色画用紙でとっても簡単に作れるカタツムリです。カタツムリの体と殻の2色の色画用紙を用意します。それをお好みの大きさの正方形に切って使います。体にする方の色画用紙を三角形に切ります。1枚を殻の対角線に合わせて少しずらして貼ります。もう1枚は三角のところを少しずらして折り、内側に糊をつけて貼ったら角のところに合わせて貼り付けます。足になる部分はちょうど真ん中に折り上げ、糊で貼ります。殻の下の部分も同じようにして貼ります。裏返したら目のところに白い丸シールを貼り、黒マジックで目玉を描きます。目玉の真ん中は少し白を残すといいです。口は小さいので赤鉛筆で描きましょう。体の模様は好きな色のクレヨンを使って描いていきましょう。渦巻き模様は頭がある方から大きくぐるぐるぐると描いていきます。クレヨンの色を変えて渦巻き模様の中に模様を描いたり線を付け足したりして仕上げましょう。4分の1の小さなサイズで作ると子どものカタツムリができます。作り方は大きいカタツムリと同じです。目玉のシールは一回り小さいものを使いましょう。ニコニコ目玉にしてもいいですね。模様の色や描き方で雰囲気の違うカタツムリになります。体を張る向きを反対にすると逆向きのカタツムリができます。渦巻き模様の向きも反対になります。大小いろいろなカタツムリを作ってアジサイなどと一緒に飾りましょう。